バイオークタワー2バイオークタワーには、タイの首都であるバンコクにある、超高層ビル。高さ304メートル、85階層を誇り、タイでは、アイコンサイアム、キングパーアマハナコンの次に高く、3番目に高い、建造物となる。アメリカの不動産会社エンポリスのランキングでは、世界第106位。1から2階は、医療品を中心とするショップが並び、 3から14階は駐車場スペース17階より上はバイオークスカイホテルとなっており77階に展望台が76階と78階にスカイレストランがある1980年代後半にパンルートバイオークにより計画されたその後1978年のバイオークタワーの建設を経てオーストラリアとの合弁で正式に1992年 正式に着工。1997年に完成した。その2年後、タワー上部にアンテナが設置され、バイオークスカイホテルのウェブサイトでは309メートルと公表されていたが、高層ビル、都市居住協議会はアンテナなしでの高さである304メートルが正しいとした。バイオークホテルが入居したのは1999年、五郎となる。タワー上部のアンテナは、 タイの民法、イフのものである。ラチャプラロップ通り沿いのプラトゥーナム地区の中心にあり、南側にはプラトゥーナム市場がある。市場の南には伊勢丹やセントラルデパートがあり、徒歩で行くことも可能。ありがとうございます。